My opponent Inoue, we're going to make some bad sports. まずは、このような機会を作ってくださった榊原社長、そして、ベラトールのスコット・コーカー代表、マネージャー の,、のみんなに感謝しています。本当にこのような、機会を作ってくれるのには、並々ならぬ、交渉といろんな条件があったと思うのですが、それを全部乗り越えて私は、参戦することを非常に嬉しく思います。そして、そのファンの声に応えたプロモーターの人たちにもすごく、感謝がしたいと思います、実は前回日本滞在から戻ってから、すぐ練習を始めてですね、日本で自分のことを見たいと思うファンの方々の声が大きくなることを望んで、それを信じて日本に戻ってくるように練習をしていました。それがその通りになって非常に、嬉しく思っています。今回このような2つのプロモーターが、2人のプロモーターが、話し合って、選手の行き来をしていること、そして違う団体の選手が、他の団体のベルトに挑戦できること、このような流れを作ってくることに対して、私たちは素晴らしい環境にいるのとだと思います。大会当日は朝倉選手、元谷選手、そして対戦相手の井上選手とともに、バンタム級が盛り上がるような試合をして、この先、自分がライジンのチャンピオンの顔として、やっていくことを楽しみにしています。はい、ありがとうございました。そのコメントを受けて井上尚弥選手お願いします。はい、井上尚弥です、今回そのベラトルの選手、チャンピオンクラスの選手とできることに本当に感謝しています。こういうチャンスがめったに来ることはないんで、本当にライジンの方々、アーチェルタ選手にも感謝しています。ありがとうございます。そして今回、しっかり勝って、その次につなげるために勝っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。おっす。